芝居をしない、芝居をしないことにチャレンジします。体が先にあって言葉が出てくるっていうようなことにをより追求していくような感じですかね。まあすごい動きますよね。要するにみんなに芝居をさせないようにしようって思うから動きっていうのは重要な要素になってきますよね。私たちが社会とつながっていくためにどういう問題定義を演劇を通してするかっていうことは私の中では一つテーマになっていて、やっぱりそういう問題定義を劇場に来てくれる人を少しでもしないと演劇をやっていく意味とかダンスをやっていく意味とか目の前の人がこう動いて何かをこう表現しようとするっていう時にもうただ楽しいだけではどうにもならないわけです。 3.11 から1年間で今私たちがやらなきゃいけないことっていうのは明確なような気がする。 それを体自分の体を通して見に来てくれるお客さんに問題定義をするわけです。でそれも自分が問題定義をしているという意識を持たないまま問題定義をしようと、多分だから日常的に生きてる自分の時間とかそういうものが非常に重要になってきて、それがこう見に来てくれるお客さんとこうリンクしていくっていうことをまあやろうとしてるから、まあ役者は大変ですよ。演技もしちゃいけない問題提起のことも考えちゃいけないけど、でもそことつながっていこうとするっていうことをやらなきゃいけない。まあ、毎日変わってます。毎日今のところ全部毎回作り直してます。なんか喋りないですか。そういえばそうだな毎回変わってます。毎回今は試してるところですね、まだ試してます。もうできてるできてない関係なく、え、なんですか。とりあえず進むと、進んできてるできてない、ね、どんどん進む、先に進むしかないんですよ。ああ今いいこと言った、ちょっとチラシの感じで立ち止まってる時間はないね、ないね確かにない。